海外を魅了するキャラクター、どーもくん。 NHK のマスコットキャラクターのどーもくん、結構前から見ているキャラクターだと感じますが、誕生してから今年で12年のようです。日本だと NHK でたまに見かけるくらいのレベルですが、どうも海外の方が今となっては人気が高い様子。海外のサイトを巡っていると、どーもくん iPad ケースが出ると記事になっていました。外国人の素敵なお姉さんに助けられた話。俺のおかんは TDL が大好きで毎年行ってるんだ。で、いつもは冬とかに行くんだけど、その年だけ夏に行ったんだ。暑いし歩き回ったしで体力的におかんが限界。ベンチに座ってぼーっとしてたんだ。そんでパレードの時間に近づいてきたから違うアトラクションに行くことにした。私はパレードよりアトラクション派です。はい。行くかって話してたらおかんがダダをこね出した。嫌だ、引っ張って。50歳前のおばはんが何を。なんやかんやでおかんの腕を引っ張ろうとしたんだ。するとさ、ははははは、って笑い声がしたんだ。俺とおかん、ん?な顔で声がした方を見ると、30歳ぐらいの白人のお姉さんがこっちに歩いてきたんだ。外国人と接することなんてめったにない俺は、その場で固まってしまった。何?なんでこっち来てんの?悪いことしたっけ?ってパニックになってしまった。おかんと俺は身構えていると、俺の考えに反して、お姉さんが笑いながらおかんの手を引っ張ってくれた。どうやらおかんが立てないと思って引っ張りに来てくれたらしい。おかんは恥ずかしがってパッて立ってた。その後お姉さんは何か言った後、笑顔のまま立ち去っていった。確か、日本面白いね。愛してる。大丈夫かい?また会おうね。っていう簡単な英語だった。俺はお姉さんが見えなくなるまで拙い英語で、ありがとうとごめんなさいを言ってた。おかんは最終的にニコニコして手を振ってた。おかんに呆れつつ、かっこいいお姉さんに惚れた。ちゃんと伝わるかわからないけど、TDL で体験した俺にとって忘れられないお話。もう一度会っていろいろお話がしたいなー。